はい、皆さんこんにちは。 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロ、ストロークもそうなんですけども、適正な音量で弾きましょうというお話をさせていただきたいと思います。先日のウクレレ講座でメロディーを目立たせます。で、コードは小さな音、ハーモニーの音は小さな音で弾きますというお話させていただいたんですけども、この時に目立たせる音量を大きくしすぎないということですね。はい。力入れて大きな音を出すのはいいんですが、適正な音量というのがあります。これですね。はい。このぐらいだと適正な音量なんですが、強く弾きすぎると、こうですね。こういう音です。パチンパチンと、言うなればこの弦を引っ張って離した時のような音。これ、破裂音してますよね。わかります？弦がパチンとフレットに当たって、破裂したような音が出てるんです。それではなく、もう少し力を抜いて弾いていただくと、こういう優しい音に、これ力を入れて弾きますと、はい。こういう音を出したいという時はいいんですが、通常からこれで弾いてると、パチパチした感じになりますよね。もう少し力を抜いていただくだけで大丈夫ですからね。こういう感じですね。で、どうしてもここでパーンと弾けしたいという時、音量を大きくガーンと出したい、マックスに出したい時は、みたいに最後のっていうところだけに使う。これぐらいだと問題ないんです。はい。全部がってならないように、この辺も力加減を注意していただきたいと思います。いろんな動画見ましても、大きな音で弾きましょうっていう風に言う方、結構いらっしゃると思うんですが、その大きな音というのは、この弾ける前の音、弾けるとこう弾けた音になる前ぐらいの、音量ということですから、その辺を覚えておいてください。ストロークもそうです。ウクレレ大きな音出したいと思って、という感じで弾いてる。もういかにも力入れすぎ。こうやりますとウクレレっぽいコロコロとした優しい音ではなくなり、激しい音になりますね。ロック系のウクレレを目指す。ヘビーメタルウクレレを目指すんだったらいいと思うんですけども、癒しのウクレレを弾きたいと思うと、もうちょっと力抜いていただく。力抜いていただくだけで優しい音になりますから、それで OK です。あまり強く弾きますと、爪減ってきたりしますからね。はい。もうちょっと力を抜いて弾いていただくだけで優しい音になります。はい。実際いつもパチパチした音で弾いてると耳がそれに慣れてしまって、通常の適切な音がわからない場合があります。そうなってる方はですね、もしかしたらそうなってるかもしれないなと思った方はですね、スマホのメモ機能などを使って一度録音して聞いていただくといいと思います。自分のウクレレがこういう風にパチパチ鳴ってないかどうかっていうのは客観的に録音して聞いてみると分かりやすいと思いますから、ぜひ試してみてください。はい、BJ のウクレレ講座。今回は音量を大きくするというので、大きすぎないようにしましょうというお話させていただきました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きももったいないと思う。僕は忘れない。いつもいつまででも